さあ、リンカネやっていきますということで、まあ、前回の 1.5 周年ガチャね、まあ、ステップやって、アケハが出たんですが、まあ、その後ね、動画外でね、単発チケットだけ全部やろうと思って、単発チケットだけ全部やって、なんとかこのユリーっていうのはゲットできましたね。まあ、マリーは、まあ、ちょっとゲットできず、まあ、撤退ですね。まあ、そして今回は、まあ、一瞬ね、ノエルかリオンかどっちかわかんなかったんですけど、どうやらリオンくんの深淵鏡みたいですね。今回のリオンくんは火属性の火力って感じかな。まあ、リンカネもね、ちょっともうなかなかね、忙しくてね、なんかイベントやるだけでもちょっといっぱいいっぱいの状態ですが。まあね、深淵鏡シリーズは自分ね、ガチャルールは他のゲームと一緒でね、リンカネもね、スケーニ大好き期間限定ラッシュがね、もう始まってしまってるんで、ガチャルールをちゃんと設けてね、他のゲームと同じく、マックス30連で、まあ、何かしらの深淵鏡シリーズが出たらもうその時点で終わりっていうルールでね、行こうかなと思います。そんな感じで行きましょうか。10連目行きます。長いコネクティングが入ると未所持キャラ確定なんですが、マックス30連で何かしらの深淵鏡出たら終わりルールなんで、一応見ていきましょう。未所持キャラじゃないかもしれないけど、深淵鏡キャラかもしれないんでね。まあ、でもなんかあれですね。なんか売り上げがね、復活してきてますね。リンカネね。復活してるってほどでもないですけどね。さあ、20連目いきます。いやー、本当にね、最近のスケニガチャはね、排出率がえぐいですからね。さあ、チケット、無料のチケットはこれで終わりです。次は石を使って30連目です。全くコネクティングが入んなかった。いや、さ、サブすぎる。一応確かリンカネって 4% でしたっけ。星4 100連したら4個は出るはずでやつですよね。いや、寒すぎますね。さすがにもう10連だけ切ってあげますか。本当にもうこの40連で終わりにします。おお、出た出た。一応星4出ましたが、コネクティングが入っていないので、未所持キャラではないですね。おお、深淵鏡のフィオちゃんですね。まあ、一応前回引けてるんでね。一突っすかね。覚醒が一突っすね。まあ、一応何かの技術書使ってね、一突だけはしてるんで。突で言うとこれで二突ですね。覚醒が一個だけ進みました。まあ、一応プラスで10連しといてよかったっすね。まあね、まあ自分、別にこの深淵鏡シリーズはね、別にいいと思うんですよ。まあ自分が言った通りね、本当にそういう風にしてくれてよかったなって感じですね。まあグラブルでいうね、こう、リミテッドみたいな感じにしてくれるのであればね、まあ別に全然許容できる範囲なんでね。ただ問題はね、シーズン系っすよ。アニバーキャラクターとかさ、そう、水着キャラクターとかさ。そういうのが、今後どうしていくかっていうのがね、個人的には結構リンカネの、命運をね、お客さんを引きつけられるか、
引きつけられないかのね、結構大切なポイントになってくるかなと思いますけどね。まあ、グラブルみたいな感じでやるのが一番いいと思うんですよ。もうサイゲームズっていうね、成功例があるんだから。もう全ゲーム一応、ガチャゲーはね、全ゲーム言っておきたいんですけど。ちょっと自分、馬娘一回もやってないんでわかんないですけど。まあ、サイゲームズのね、ゲームを見習ってね、こういうガチャゲーはね、同じ感じでやるのがね、一番いいかなと思います。スケにもね、この深淵鏡シリーズね、幻影戦争みたいにね、深淵鏡1キャラずつね、ガチャを分けるみたいなね、愚策はしなかったんで、それだけは本当に良かったなと思います。そんな感じで、ピオちゃん一突でフィニッシュで。次何来るか分かんないですけどね、次は工場キャラクターなのかな。工場キャラクターは、限定キャラクターが深淵鏡キャラクターって感じになるのかな。深淵鏡一巡終わったらね、次何なんですかね。またらしい、シリーズガチャが来たとしてさ、その時に深淵鏡は深淵鏡だとだるいっすよね。それはしないでほしいっすよね。何度も言うけど、グラブルのリミテッドみたいな感じでね、してくれるとね、いいなと思います。グラブルのリミテッドはね、もうリリースから別にリミテッドキャラはもうあくまでリミテッドキャラなんで、もう8周年とかやってますけど、ちょっと奈落の塔とかはね、ちょっともうめんどくさくてやってないですけど、高難度はあれだけど一応イベントだけはね、ぼちぼちやっていこうかなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。